本北山です。今回は、サポートについて話していこうかなと思います。いや久々だね、こうやって話すだけの動画っていうか、まあ、話していこうかなって思う動画が、まあ、結構久々なんですけど、まあ、サポートとかボックスとか見せてほしいとかいろいろあると思うんですけど、まあ、とりあえずこんな感じで、まあ、ボックスは軽く、まあ、こんな感じですわ、うん、こんな感じでしか言えない、うん、で、まあ、星さんキャラはね意外とレベッカとか、ゾロとかそのね、やばい出てこない、タシギとかね、いろいろ100レベじゃなかったりするんだよね。まあビビとかも、まあそこら辺かな。まあで星4は一応、青豆以外は100レベと、まあということで、まあボックスはこんぐらいで話しておいたんですけど、まあここからはサポートについて、話していこうかなと、サポート等々、まあ等々っていうか結構前から、ブースト3オンリーになりました。星4キャラのね、見てください、171%、 うわ171すげえなーみたいな、もうなんか 150% だよみたいな人結構見るんだけど、まあそれについてもね今日は話していけなと思う。タグはね、まあでもそんな青属性で、まあ、こんな感じか、まあ、それかゾーン系で、まあ、こんな風になるかかな。まあ、今前は青カイドを使ってたんでここになるんですけど、まあ、ゾーン系、まあ、青属性は緑結構必須だと思うんで、まあ、こうなったりして、まあ、ディフェンダーよりかアタッカーよりかみたいな。で、新世界をつけてるみたいな感じで、まあね、まあ、育てるべきキャラとかは前も話したと思うんですけど、まあ、チョッパーとかが安牌かな。チョッパーって麦わらの一味だったり、まあ、あとはいろいろ竹の優秀なんで、ゾーン系も。で、しかも育てやすいんだよね。もうチョッパーだって見て、ゾーン系のパーティー。青3人いるでしょ。それはね、チョッパー育てるべきだと。まあ、だから、青ヤマトとかさ、最近出た超フェスのね、まあ、この青ヤマトとかいると思うんだけど、まあ、サポートとかにも全然使えるんだけど、まあ、やっぱりね、育てはしづらいんで、まあ、チョッパーとか、使ってみてください。まあ、でもこれ結構みんな課金でしょとか、結局課金じゃないかみたいな、言うと思ったんで、今回、星2、星3だけでサポートを作ってみました。それがこちら。赤属性なんですけど、見てください。163%いくんだよね。これってガチャキャラじゃないんだよ、みんな。まあ一応ガチャキャラだけど、まあ時間が過ぎてから完全にオバブ簡単にできるキャラたちで、163%までは時間をかければいけます。うん。で、ここはちょっとね、なんか変な感じで、ちょっとサポートタグは揃ってないんですけど、まあここね、もうちょっと揃えられると思うんで、アタッカーじゃねえわ。ここアタッカー切って、初期グレードこうして、こうすればね、まあベッチとかもいたりするんで、まあだから赤のね、まあこういうキャラ育てる赤属性は、まあこういうキャラみたいな、まあいろいろいると思うんで、時間かければサポート 163% は行くということで、まあそれでね、自分のお気に入りのキャラがオバブとかしたら、組み替えたりもできるんで、まあそこをね、うまく、サポート育てれば、まあ 163% と 170% ってね、まあ確かにね、8% 差はあるけど、そんな大きくはないかなと。まあもちろんこれでランカーもこのサポートでいけると思うんで、いやーこれだから、みんなね、星2、星3をちゃんとメダル、星9メダルつけることによって、サポートって育つんで、サポートにもね、メダルつけてください。さっき 161% だったんですけど、1人外してみると、星9メダル、160.5 になったりするんで、だからね、本当に、サポートにみんなメダルつけよう。うん、160.5 でしょ？で、今回 157.5 になっちゃう。ほら、3% も変わるんだよね。それだいぶでかくない？だからみんなもね、メダルつけてくださいと。で、緑はこんな感じになってるのかな。まあちょっとジャックがここになるんで、まあ 170% いくのかな。170% だね、緑の。オッケー。まあこんな感じで、まあ僕のサポートはこんな感じですわ。もうこんな感じしかいないけど、でも最近ゾーン系めちゃめちゃ育ててるんですよね。まあカイドウも、まあ緑のカイドウが、フーズフーだわ。カイドウも、まあ最近オバブしたんでね。まああとは、まあでもカイドウとかキャララン難しいよな。うん、だ星3キャラとか星2はオーバブの、まあ、必要ないか、オーブは。まあ、普通にもらえると思うんでね、そこは自分で、簡単に育成できると思うんで、考えながらやってください。だから、交換所で、毎回ルフィとか600、バトルポイント600で、10個交換できるんで、で、特訓でもね、3分に1かけらもらえるんで、結構ね、星3は簡単に育つんでね。まあ、ちょっとカキラとかもね、使いづらいんですけど、まあ、ワイパーとかも全然育てやすかったりするんで、まあ、頑張ってサポートされば、時間さえあれば、163% はいくんでね、まあ、ここら辺に下の方に、星3キャラ、あると思うんでね、これ600でね、交換できるんで、カキラ10個。ぜひ、サポート育てたい方はね、使ってみてはいいのではないかということで、まあ、このミホークとかもね、キャラランとか簡単だからオーブとかも育てやすいし、まあ、クリスタルのオーブ使う必要もないんで、まあ、そういう意味では、すごい、165は、まあ、時間かければ簡単にはいくのかなと思うのね、まあ、時間さえあれば。まあ、ということで、170%、
は確かにね若干課金必要かなとは思うんですけど、まあでも時間かければ人属性だけならいけるかもしれないね。まあということで、皆さん、育成、こんな感じで頑張ってください。メダルもねしっかりサポートにつけるように、すればいいと思うので頑張りましょう。